皆さんこんにちは、小野賢章です。はい、そうですね、アニメから同じ海崎アナというのをやらせてもらって、で、舞台版ということで、一番心配なのはセリフが覚えられるんです。でもなんかきっとすごくリライフは舞台向きというか結構実写向きというかそんな作品だなって思っていたので、どういう風になるのか今からすごく楽しみですね。はい、そうですね、貝崎はとにかくまっすぐでいい人っていう印象が強くて、本当にまっすぐすぎて素直だからこそちょっと人とぶつかってしまうというか、そういうところがあって、もう本当に何て言うんでしょうね、自分のために動くっていうよりは人のために動く、誰かを助けるために手助けするために動くというか、そういう印象がすごく強くて、なんか割と本当に主人公っていうようなキャラクターな気がしてますね。はい、いや、そうですね、本当にこの原作リライフはすごく面白いなと思って、で、誰もがやっぱり通ってくる道じゃないですか、そのリライフっていうか高校生活だったりとかで、きっと誰しもがなんか過去やり直したいことだったりとか、もう一度戻れるならっていうのを結構考えると思うんですよ。なんかすごく幅広い年齢層の方に楽しめる作品だなと思っていて、なんかまあ実際になんか過去に戻ってというか、まあ、過去じゃないんですけど、その高校時代に戻って高校生やり直して何かをやり直すってことはできないですけど、なんかこの作品を見てだったりとか、その読んで。なんか後悔あったなとか、高校時代こんなんだったなとか、なんかいろんな、それぞれ読む人の思い出をこうなんか引き出してくれるようなというか、そういう作品だなっていうのをすごく思いましたね。はい、原作、アニメ、そして舞台ともども楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひください。よろしくお願いします。頑張ります。